20世紀を代表する天才漫才師横山やすし、西川きよし。彼らは漫才ブームの到来とともに爆発的な人気を博した。やすきよ漫才のボケ担当横山やすし、その波乱万丈な人生から破天荒芸人の異名も持つ。今回は横山やすしの類を見ない伝説的な面白エピソードを50個紹介していく。全盛期の年収は5億円以上あったが、ボート、セスナ機購入などで借金が膨らみ、差し押さえを受けたこともあった。短期で怒りっぽい性格であり、自分が納得いかないことがあれば番組中に激怒したり、途中で帰ったりする行動がしばしば見受けられた。弟子に対してスパルタ育成であったことは有名で、ほんの一瞬でもミスをした場合は鉄拳や蹴りが飛んでいた。清に20回以上コンビ結成を断られ続けたが、やすしは、俺とやらなあかんねん、お前はそういう運命に生まれてんねんと熱心に口説き落とした。清はいいチャンスかもしれないと交際中だったヘレン夫人に背中を押され、コンビ結成を決めたという。結成からわずか10ヶ月で上方漫才大賞新人賞を受賞し、トントン拍子で人気者になった。戦争の影響から複雑な家庭環境で生まれ育ち、父親が2人、母親も2人いる。横山やすしは高知県出身、相方の西川きよしも高知出身であり、偶然コンビ揃って同じ出身地だった。後に両者とも転居し大阪で育つ。やすしの芸名の由来は、ノックが〇〇やすしという広告が頭の中にこびりついていて、そこから連想してやすしとなった。結成当初はコンビ仲が悪かった。台本の覚えがいいやすしが読み合わせをしないため、きよしと背広がボロボロになるほどのつかみ合いの喧嘩になることもあった。コント55号がテレビカメラが追いつかないほど舞台を左右に動き回るネタをしていたので、これを見たやすしが逆に動かないネタをして、その違いを明確にすることで視聴者を味方につけ、1970年上方漫才大賞の大賞を結成からわずか5年にして受賞した。無免許運転で逮捕された際、駆けつけた警察官に運転免許証の提示を求められ、俺国際免許やねんとグアムで国際免許を取ろうと書かれたチラシを見せた。テレビ番組に出演した際、コメントの最中にコマーシャルを挟まれたことに立腹して、今日は黙秘権と発し、全く喋らなかったこともある。清が参院選に出馬、清は当選すると思うかと質問を受けた時に、落ちる、ほんまに落ちると答えたが、清は当選し酒の量が増えた。不摂生から吐血し緊急入院、退院会見で二度と飲酒しないとしていたが、翌年にテレビ番組に酒気帯びのまま出演し、司会の桂文珍、山田邦子の制止を振り切ってゲストの片岡鶴太郎らに食ってかかった。見かねたマネージャーにスタジオ裏でビンタされた。長男和也がタクシー運転手に対する傷害事件を起こして逮捕され、自分の教育が間違っていたと号泣し、自ら無期限謹慎を申し出る。1989年酒気帯び運転によりバイクとの人身事故を起こし、相手の男性に軽傷を負わせた。その知らせを受けた吉本興業は、やすしとの契約を解除することを決断。やすしは報道陣に対し、もう漫才やめると応援しながら話した。やすきよはやすしの契約解除以降、事実上解散状態となった。当時やすしは、漫才なんか誰とでもできるわいと息巻く反面、やっぱり俺にはキーボーしかおらへんと語っていた。吉本との契約解除に伴い、完全に収入源を失ったやすしを支えるべく、恵子夫人は NHK の集金のパートタイマーとして働くなど、献身的にやすしを支え続けた。後にやすしは、苦労をかけ続けた恵子夫人への感謝の思いを込めて、自ら作詞した一つ星という歌を送っている。泥酔したやすしは松竹の劇場に乱入し、観客から吉本に怒られるぞとたしなめられた。テレビのロケで米ロサンゼルスに行った際、土産に飛行機を購入した。ロケ先のアメリカで購入したセスナ機には、娘の光にちなんで月光号と名付け、頭金の5000円を払ったのみで散々乗り回し、死ぬ時はこれで落ちたるねん、要するに空飛ぶ棺桶やがなと自慢げに話した。サインは人生右肩上がりになるようにと右肩上がりに書いていた。デビュー直後のダウンタウンの漫才に対して家庭内暴力を題材にし、
そいつの家燃やした、藁人形でも作って釘打ったなどと不謹慎な内容を含んだネタであったため、笑いの中に良質なものと悪質な笑いがある、あんたら二人は悪質な笑いやで、テレビ出るような漫才ちゃうでと酷評した。さらにダウンタウンが当時名乗っていたコンビ名ライト兄弟についても、航空ファンにも迷惑かけると笑いを取りつつも批判していた。後にダウンタウンのごっつええ感じで横山やすしを明らかにモデルとしたコント、やすしくんが披露された。新助龍介もダウンタウンと似たような理由で酷評されたが、新助はそれに対し、師匠違います、馬に例えればやすきよの漫才はダービー馬みたいなものです、僕らはどんなに頑張っても師匠のようなダービー馬にはなれません、だから僕らは師匠とは違う種目の障害レースの競走馬で一等を狙っているんですと伝えたという。それを聞いたやすしは分かったと一言残し、ジャケットをプレゼントされたという。また松本は、やすしさんはダウンタウンの漫才をチンピラの立ち話と批判したが、自分はそれで客が受け入れてくれるならそれでいいと思っているとやすしとの笑いに対するスタンスの違いを挙げている。他にも松尾隆や竹中直人もネタ見せ番組でやすしに激怒された経験があり、松尾はやすしに番組で怒られた人間は売れたが、褒められた人間で売れた人間を見たことがないと著書で述べている。漫才中、舞台袖の下手と上手に借金取りがいた。漫才が終わるとやすしは客席の方向から逃げた。飛行機に乗った際、パイロットがあくびしたのを見とがめてコックピットに説教に行って飛行機が20分遅れた。またタクシーの運転が下手なのに腹を立てて運転を変わったこともある。サンマのタレントとしての素質を見抜いたのはやすしである。やすしは 11PM の企画落語家の成人式で、当日がテレビデビューだったさんまと共演。さんまがネタを披露してスタジオを爆笑させるが、さんまは CM 中に藤本義一に怒られてしまう。しかし番組終了後、やすしはさんまのネタを気に入った模様で、後日やすしの家にさんまを招待し、やすしが吉本興業側にさんまを売り出すよう推薦した逸話がある。漫才ブーム当初、やすしはたけしのことを東京で一番面白い若手と評しており、たけしを気に入っていた。漫才ブーム後もやすしはたけしとは親交がある一方、フライデー襲撃事件でたけしがたけし軍団を引き連れて講談社に押しかけ暴行を働いた件に関して、やすしは師匠が私生活上の問題に弟子を巻き込んだことを問題視し、講義なら一人で行くべきだったと苦言を呈している。タモリとはサンデーお笑い生中継の司会を共に務めた経験があるほか、笑っていいとものテレフォンショッキングにやすしが出演するなどしている。タモリ、たけし、さんまのお笑いビッグスリーの中でやすしとタモリの共演が最も少ない。久米とやすしは同い年で、 TV スクランブルにやすしを起用したのは久米の意向で、インタビューではやすきよの漫才がとてつもなく面白かった、人を笑わせることに命を懸けてると起用理由を語っている。やすしと島田洋七は B&B で漫才ブームを代表するコンビになる以前の大阪吉本時代から面識があり、洋七はやすしの弟子ともコンビを組んでいたこともある。やすしは洋七に対して、お前の声は聞きやすい、早く喋っても耳に届く、テンポを上げた方がお客は笑うでとアドバイスをしており、洋七は横山やすしさんから直接教わったのは自分くらいでないかと語っている。東京進出後も洋七とは番組で共演するなど関係があり、前述の友人であるビートたけしとの出会いにも関わっている。コンビ別れを繰り返していた1970年頃、一度芸能界引退を考え、ライフワークとなるモーターボートを始める。以前にプロのレースを見て、これなら自分にもできると思ったことがあり、小柄で軽量な自分にはぴったりだと考えて、プロの競艇選手も考え、山梨県の本栖湖にあった研修所にて受験をした。しかし視力が低かったため不合格になり、父にも反対された。酒好きである一方、タバコ嫌いでも有名であり、楽屋でタバコを吸っている芸人や飲みに行った先でも近くで吸っている人がいれば取り上げ、足で消して吸うなと一喝したという。しかしその喫煙者が前もって吸ってもいいかと聞けば、かまへんよと言っていた。自宅で数人と酒席を開いた時、先に帰っていく人間を極度に嫌った。
中でも自分より若い人間が腕時計を見た瞬間を目撃すると、その腕時計を取り上げて鍋の中に入れて故障させ使い物にならなくしてしまったとされる恐怖の時計鍋と言われていた伝説があった。電話魔としても知られるやすしだが、特に弟子である横山隆史博士の博士は一本立ちしてからも電話魔ぶりに悩まされたといい、どこにおるんじゃボケの一言で呼び出されたり、電話口で、はいそうですね、と応じていると、ほんでな、こらお前ちゃんと聞いてるんか、と突如逆上されたりしたという。やすし清の初期のネタは、やすしが漫才のネタの台本の半分以上を書き、清がそのネタに訂正を加える形で行われたという。当初はお互いがお互いを蹴飛ばしたり投げ飛ばしたりし、黒い背広が埃で真っ白になったというほどの激しい暴力漫才で名を打った。1992年に内田裕也主演の映画魚から大オキシンで芸能界に復帰、また後に大人気シリーズとなった難波金融伝南の帝王第一作である戸一の萬田銀次郎に萬田の先生役で出演、漫才を演じている時と何ら変わらない演技を見せ、活躍の場を V シネマなどに移す。同作品の発売当時のビデオパッケージには横山やすし完全復帰作品と大々的に銘打たれたが、清志ら吉本所属の芸人タレントとの共演は過去のトラブルや前述の契約解除の影響で不可能になっていた。1992年7月26日参議院選に風の会から立候補するも落選。落選の際に発言した国民がアホやは当時流行語となり、あちこちでパロディー化された。その後8月6日謎の暴行事件で重傷を負い緊急入院した。犯人も襲われた理由も不明で、すでに時効が成立しており迷宮入りとなっている。落選直後の事件であったため、右翼団体や暴力団とのトラブルが当時盛んに語られており、一方で後に月亭課長が語ったところによると、浮気相手の人妻にやすしが酔って電話したところ、その人妻の夫が電話に出たためトラブルとなり暴行されたとしている。この暴行事件でやすしは一時失語症となり、表舞台から姿を消す形となったが、後に回復し復活を果たした。1995年1月22日には阪神淡路大震災のチャリティーとしてカレーライスの炊き出しとレスキュー隊員との即興ミニ漫才を披露した。1995年7月18日には京都府八幡市岩清水八幡宮での太鼓祭りのゲストとして姿を見せていたが、実年齢に似つかわしくない高齢者のように老け込んだ風貌で極度に痩せ、体もふらついた状態で、当時の祭りの参加者は往年の姿との落差を目の当たりにして驚いたという。さらにその年の10月10日には兵庫県芦屋市昇善寺での落慶法要イベントで桂福團次と即興漫才を披露。これが最後の公の姿になった。本番前にはボートとタクシーの話をしたろかなと福團次に声をかけたという。1996年1月21日の夜、摂津市の自宅で寝たまま意識を失っているところを恵子夫人が発見。救急車で病院に運ばれたが、すでに心臓と呼吸が停止しており、意識が戻ることなく急逝した。享年52。相方の西川清が弔辞を読み上げ、出棺の時ファンや吉本の後輩芸人たちからは、やっさんやっさんありがとうといった声が上がった。若手時代やすしを師匠のように敬愛したビートたけし、雲の上にいるような人だった。やすしさんには芸も色気もかなわない、もう少し漫才を続けてほしかったとコメントし、やすしの全盛期を懐かしんだ。死去を受けて在京の民放キー各局および在阪の準キー各局は揃って彼の追悼番組を編成し、生前の芸人としての業績を称えた。またそれらの追悼番組は軒並み高視聴率を獲得し、没後における芸人横山やすしの再評価につながった。元祖どつき漫才、昭和の漫才ブームで頂点を極めた天才漫才師やすし清、その小さなことからコツコツとでおなじみの芸能界一真面目で有名な西川清の面白エピソードを50個紹介していく。高知市で5人兄弟の次男として生まれ、父は製材所を営んでいたが知人の保証人となったことから債務取り立てに追われるようになり、1954年清が小学2年生の時に一家で逃げるように大阪に転居した。
家計は苦しく、父は2日に1度しか帰宅できない過酷な条件でタクシー運転手となり、母は内職。姉も兄もアルバイトに明け暮れ、清も10歳の時から毎朝登校前に120件ほど牛乳配達をし、他にも新聞配達、夏休みは野菜売りをして家計を支えた。中学卒業と同時に自動車整備工場に就職。1年目に溶接中の引火事故で首から上に大やけどを負う。4ヶ月の長期入院により奇跡的に回復したが、大事故のトラウマを抱えたまま整備工の仕事を続けるのは無理だと感じ、退院と同時に退職した。芸の道を志したのは、職場の先輩から陽気でトンチが効くと褒められたことも伏線となっているが、金なしコネなし学歴なしでも勝負できると考えたことが大きい。宮古町長、藤田誠、白木実、笹十郎らの喜劇役者に弟子入り志願するが断られ、石井金に入門。17歳で初めて吉本新喜劇に出た西川。そこで演じたのは動物役だった。奥様であるヘレンとの馴れ初めは、西川がヘレンの病気を看病したことで交際がスタートした。プロポーズをしたのはヘレンからで、21歳で結婚。当初の月収は1万5千円ほどで、ヘレンとの収入差は40倍だった。横山やすしとの初対面は京都の喫茶店。トマトジュースを頼み、テーブルに置いてある食塩をどっさりかけて一気に飲み干したやすしに対して、トマトジュースがお好きなんですか、わしこれが好きやねん、これが初めての会話だった。西川は横山にコンビを組まないかと声をかけられたが、ずっと断っていた。横山はそれまで4回解散していて、周りからお前5人目の犠牲者になるぞとも言われており、20数回は組みませんと返事をしたという。当時新喜劇のマドンナ役で、周りには秘密で交際を始めていたヘレンに相談をすると、漫才は2人だけが15分間ずっと主役なのよ、お芝居の主役の人でもそこまでのことはありません、そしてもしやすしさんとのコンビがダメだったら私もこの世界を辞めますし、2人で誰も知らない街に行ってゆっくり暮らしましょうと言われ、横山とコンビを組むことを決めた。1966年、19歳で横山との漫才コンビ、やすしきよしを結成。やすきよは国民的人気を博し、漫才ブームの火付け役となる。80年代当時もボケとツッコミはあったが、言葉だけが主流の中、やすきよ漫才のどつきツッコミに世間は騒然とした。西川のツッコミが激しすぎたおかげで、横山の定番ギャグ、メガネメガネが誕生した。稽古の場で横山と揉め、背広がボロボロになるほどのつかみ合いの喧嘩になったことがある。横山は解散やと怒鳴り散らし、その場を後にした。後日事務所に解散の旨を伝えると、残った仕事はしてもらわんと困ると諭され、思いとどまる。その時に西川が発した、今後も小さなことからコツコツやらさせてもらいますというセリフが、後に芸人仲間などで語られるようになり、いつしか小さなことからコツコツとというギャグになった。座右の銘であり、漫才における決め台詞、小さなことからコツコツとをスローガンとして政界にも進出し、芸人としての活動を並行して行いながら、参議院議員を3期18年務めた。参院選へ出馬を決意したが、選挙活動費に自腹で3600万円かかった。結果は見事102万票を獲得し、トップ当選した。しかし、人気芸人から国会議員になると収入が激減したそうで、全盛期の年収4億円から議員で3000万円ほどになった。西川はヘレンに嘘をついて別の女性のところへ車で向かっていたところ、後ろから妙な一団が車でついてきた。よく見るとヘレンと他の家族が変装をして尾行してきていて、最終的に浮気をしていたことがバレた。ゲストが子育てエピソードを話せば、子供ってそういうところありますよねと、なぜか子供のいない近田雄一アナウンサーに振って、デリケートな問題に抵触し、メイン MC のテンダラー浜本博明に、近田アナ子供いませんってと小声でいなされた。営業先で千鳥と一緒になった際、久しぶりやな元気と千鳥に声をかけた西川が、2時間後に再び、久しぶり元気やったかと目ん玉ひんむきながらガッツポーズで声をかけた。空港で中川家と鉢合わせた西川は、興奮して手に野菜ジュースを持っていることを忘れ話に夢中になり、ロビーの床に野菜ジュースを全部こぼしたことがある。そのエピソードトークをえらく気に入った西川は、バラエティ番組本番中、中川家剛に対し、ほらお兄ちゃん、あの空港で僕がジュース全部こぼした話をしてと、あらすじとオチを全て言ってから中川家の剛に話を振る。
関ジャニ∞の村上信五が新幹線でお弁当を食べている西川に挨拶に行くと、お弁当をバーンと吹っ飛ばしながら立ち上がり、いつもヘレンがお世話になってますと、当時ヘレンと番組で共演していた村上へ挨拶し、村上が師匠お弁当落ちましたよと言っても全く気にしていなかった。挨拶や礼儀を大事にする西川は、ナインティナインの岡村と食事に出かけた際、二人に気づいた通行人はもちろん、工事現場で黙々と仕事に励む人たちにまでわざわざ挨拶をしていた。千鳥は若手の頃に西川から、しゃぶしゃぶ行こう、車乗りなさいと西川のベンツに乗せてもらった。しゃぶしゃぶ行こうと何度も口にしながら、西川は焼肉屋に向かい出した。焼肉屋に到着し、そこのおかみさんが、うちは焼肉屋なんでと言うと、わかりました、しゃぶしゃぶをお願いしますと言い、結局焼肉屋は何とかしてしゃぶしゃぶを持ってきた。散々楽しみにしていたしゃぶしゃぶが来たにもかかわらず、西川はしゃぶしゃぶを一枚も食べることなく、この前ヘレンがなとヘレンの話をし始めて感極まって泣き出した。西川はまだ売れていない千鳥のノブをフグ屋さんに連れて行き、若いんやからなんぼでも食べやと言い、お腹いっぱい食べた後、その足で中華のフルコースに連れて行った。ダイアンに劇場で会うといつも漫才面白いと声をかける西川。その度に、特に僕は君らの単車のネタが好きなんや、また今度単車のネタやってやと言うが、ダイアンに単車のネタはない。千鳥ノブが入院していた時、お見舞いに行った西川はノブの症状を一通り聞いて、急に自分も不安になり、ノブの主治医を呼び出して、この子の症状を聞いてたら怖くなったから MRI 取ってくださいと言い、西川は MRI を取って帰った。とある舞台のエンディングトークで、爆笑問題の太田が西川に漫才の悩みを告白した。安清の漫才は見ていて本当に楽しそう、僕は一度も楽しいと思ったことがないと言うと、西川はほなやめなはれやと一喝した。秘密の県民賞で CM 明けにクレーンカメラが回ってきたら、清が大阪最高とコールする段取りだったが、直前まで隣席の千鳥に緊張するわと連呼していたせいで、 CM が明けクレーンカメラが回ってきた時、緊張するわと言ってしまった。爆笑問題の太田は舞台のどさくさに紛れて西川の股間をつかむ暴挙に出た。太田はもしかしたら目玉より重かったかもと言い、会場は大爆笑。西川はなんでこの人こんなことが許されるんですかと目をむき出しにして訴えかけた。トニーフランクが西川の姿をかたどった着ぐるみに入って呼び込みをしていると、西川本人が近寄ってきて、君も芸人かと話しかけてきた。西川は僕もな、若い頃は着ぐるみに入って頑張っとったんや、いつか日の目を見るから頑張りやとエールを送り、トニーフランクは中に誰がいるかわからないのにそんな風に言ってくださってと感動し、ありがとうございます頑張りますとお礼を言うと、西川にあかん、着ぐるみは返事したらあかんと叱られた。その後西川は、着ぐるみっていうのは役に入り込むんや、役に入り込んでこそプロやというアドバイスに、僕は何も分かってなかったと反省したトニーフランク。今度は頑張りますという意思を無言で示すため、両手の拳を握って腕を立てるポーズをしてみせた。すると西川に返事をせえ返事をと、先ほどとは180度違う内容で怒った。千鳥とダイアンとトークをしている時に、散々自分の天然エピソードトークを暴露された西川は、満を持して反撃を開始するべく、ダイアンの津田を指さして、このダイアンくんがねと津田のことをダイアンと呼び間違え、反撃することなく終わった。持病の痛風を発症していた濱家を気遣った西川は、痛風には牛乳がいいらしいという情報を聞きつけ、500ミリリットルの牛乳パックを用意し濱家に勧めた。濱家は出番が近いため後でいただきますと言うと、西川がいやいやいや今飲んでと言い、少し飲んでいただきましたと言うと、いやいやいや全部飲んでと言われ、結局濱家は出番直前に500ミリリットルの牛乳を一気飲みした。出番が終わり、濱家が痛風で足を引きずりながらお腹をチャポンチャポンにして漫才からはけてくると、西川が治ったかと聞き、そんな即効性ないですよと濱家に突っ込まれた。西川は中川家をお好み焼き屋に連れて行き、何でも好きなもん食べや、僕はとりあえずお好み焼きのキムチのせを頼むわと言い、運ばれてきたお好み焼きのキムチのせのキムチを全てお箸で避けていた。久本雅美は西川から留守番電話を受けたことがあり、その内容は、すみませんでした、収録中にいなくなりまして、
急にお腹が痛くなりまして、そっと便所に行って戻ってきたんですけど、二度と下痢のないようにいたしますというわけのわからないものだった。ザ・プラン9の柳武村は4時間の生放送特番で妻と出演。その番組の最後の最後に MC の西川から、さあ残り10秒ですけれども、ギブソン君の奥さんどう？とまさかの奥様に無茶ぶりをした。銀シャリの橋本は M1 グランプリで優勝した際、番組終了後に西川からの着信履歴に気づいた。その時刻が8時46分で、優勝した瞬間にかけてきていることが分かった。腰が低いことで知られる西川に対し、クリームシチューの上田は挨拶は来ないでほしいと過去に発言しており、西川本人は気にしていたという。これには上田も、師匠そういう意味じゃないんですよ、こっちから挨拶に行きたいと必死に弁明した。さらに上田は、どうせ挨拶に来るなら土産物を持ってこいという発言もしており、ジョークのつもりが後日西川から本当に手土産を渡されたことを明かした。これについては申し訳なさそうにする上田だが、もしいらっしゃるなら5000円以上の手土産をと付け足した。勝又がロケバスの中で西川と二人っきりになった時、西川が、勝又くんにお願いがあります、流行っているギャグを教えてくださいと言い、勝又は当時流行っていたクマムシのあったかいんだからを教えた。すると西川は、わかりました、やってみますと言い、大きく息を吸い込んだ後、あったかいですと言い放った。剣道小林が5時間半にわたる緊急手術を受けた際、どこで情報を聞いたのか、西川が真っ先に電話をした。ただその電話のタイミングが全身麻酔中で、電話に出たケンコバはろれつが回らない様子。西川は、大丈夫？と心配しながらも、君病院で酒飲んで酔うてんのか？と問いただした。西川は中川家の0時に、朝の7時にいちご大福を買ってきたから一緒に食べようといちご大福を渡し、ありがとうございますと手に持ったままにしている0時に対して、早く食べてるとこちょっと見せてと謎のリクエストをした。陣内智則は、どんな雨予報でも清志師匠が目を見開き晴れろと言うと必ず空が晴れるという奇跡体験を何度も経験している。トークショーの質疑応答で日々の健康法を尋ねられた西川が、マイクを持ったまま手を大きく回し体操を始め、 MC の陣内から、マイクを使って話してくださいと突っ込まれた。その後、ヘレンさんは公園にいらっしゃいますか？という質問に対して、西川はヘレンの思い出話を語り出し、師匠思い出話ではなく、ヘレンさんが来るか来ないかを答えてくださいと陣内から突っ込まれた。そんな西川は芸歴60年目となる2023年6月に初の自伝、小さなことからコツコツと出版し話題となっている。